根岸氏上は、日本の内務官僚、都市計画家、著述業、東京都出身、都市工学者、石川栄養の事務方として、長年多くの都市計画に携わり、根岸自身は区画整理事務課と称した。青森県市議内で、滋賀県出身の鉄道技師の子として生まれたが、養子に出され、東京に転居。養父を通じて、石川栄養とはいとこにあたり、 東京目白では、林家同士。目白中学から、明治大学ヨカに進み、卒業後日本橋三越に就職。病気療養を経て、石川の圧旋で、内務省都市計画愛知地方委員会から、名古屋市内各地の土地区画整理組合で事務担当。27歳で退職し、雑誌編集や記者、劇団主催などに携わったが、うまくいかず。 再び石川らの紹介で、名古屋で土地区画整理事業に携わる。市の宮市都市計画係主任を経て、北海道庁に転任し、函館土木出張所書記を務める。その後、朝鮮に渡り、朝鮮政府形状都市計画課に勤務。1941年に内地に戻り、石川の推薦で、東京商工会議所調査部員として、国土計画事務を担当。 1945年からは石川が責任者として進めていた東京都による潜災復興都市計画に協力し、土地区画整理事業を受託施行する日本都市建設株式会社の理事となり、復興事業に従事した。石川が東京都都市計画課長時代に、都内の土地区画整理事業組合4カ所の業務代行契約を獲得したが、予定していた。 国庫補助が滞ったことから、資金難になり、三代目社長に就任したネギ氏が、資金繰りに奔走したものの会社は解散し、以降は、フリーの都市計画事務課となり、石川が推進していた、池袋東口地下街建設に協力した。著書に、都市に生きる石川栄養獣王記」、「旧婚時代東京商店街史料行」、「池袋風雲録、池袋地下街のできるまで、がある。 ありがとうございます。